ムタウン。物をつかむ、折り曲げる、そして切る。2本の腕でいろんな作業をこなす双腕作業機のアスタコさんだよ。タコ？ここで会えるはずなんだけど、アスタコさんってタコさんみたいなのかな？やあ、ラッピー。僕が双腕作業機のアスタコって言うんだ。よろしく。こんにちは、アスタコさん。このアスタコさんは災害の時に出た瓦礫などを撤去するために消防署にいるんだよ。それにしても2本の長い腕を見るとタコさんというよりザリガニさんみたいだっぴ。ラッピーすごいね。アスタコはスペイン語でザリガニっていう意味なんだ。アスタコさんは2本の腕が特徴なんだけど、それぞれ役割が違うんだよ。ほんとだ、右手と左手の形が違うっぴ。右手はグラップルといって、およそ250キロのものまで掴んで持ち上げられるんだ。力持ちだっぴ。そして左手はペンチカッター。名前の通りカッターになっていて、物を切ることができるんだよ。アスタコさんはこの2本の腕のおかげで挟まったものを引っ張り出したり、長いものを掴んで折り曲げたり、掴んで支えながら切るなど、これまでの建設機械ではできなかった複数の作業を同時に行うことができるんだ。すごいっぴ。ラッピー、次は操縦席を案内するよ。楽しみだっぴ。おふわ、まるでロボットのコックピットみたいだっぴ。運転席からはこんな風に見えているんだね。アスタコさんは2本のレバーを使って腕を操作するんだよ。例えば右のレバーを操作すると右腕を動かすことができるんだ。そしてグラップルを開いたり閉じたりするのがこのボタン。さらにもう一つのボタンで回転させることもできるんだよ。すごいっぴ。他にも凸凹道でも自由に動き回ることができるクローラーや、土砂などをかき分けるブレードも備えているんだ。遠い場所で作業をするときにはこのようにトラックの荷台に乗って移動するんだよ。そうなんだ。ラッピー、これから操作訓練を行うけど見てみるかい？見たいっぴー。ご閉鎖。早速訓練が始まるみたいだよ。最初の訓練は赤い板の下に挟まった鉄の柱を引き抜く訓練さ。まずはあの赤い板を持ち上げないといけないね。よーく見ててよ。右手のグラップルでゆっくり板を持ち上げてっと。うはー、上手に板を持ち上げてるっぴー。お、次は左の腕を使うみたいだけど、物を切るときに使うんじゃなかったっけ？ラッピー、ペンチカッターは切るだけじゃなくて物を掴むこともできるんだよ。上手に抜けたっぴ。今度は鉄のパイプを曲げる訓練だ。まず右手のグラップルでパイプを掴んで固定して、次に
左手でパイプを潰して折り曲げる場所を作るんだ。あとは両方の腕でパイプをゆっくり曲げていけば完了。硬い鉄のパイプが簡単に曲がったっピ。次は高いところにある鉄のパイプを切る訓練だよ。あれ、どうして右手でパイプを掴んでいるの？切ったパイプが下に落ちないようにするためさ。右手で掴んで左手で切るんだ。2本の腕があるといろんなことができるんだね。ラッピー、アスタコさんの腕は取り替えることもできるんだよ。え、そうなの？例えば腕をショベルカーのようなバケットに取り替えると土や砂を掘ることもできるし、腕をこの先が尖ったブレーカーに変えれば壁に穴を開けることもできるんだ。すごいっピー。ラッピー、僕には仲間がいるから紹介するよ。まずは左右の腕が太いアスタコネオ。強い力で解体や分別作業で力を発揮するんだ。こっちは少し小柄なアスタコソラ。あれ、このアスタコさんは運転席がないよ。どうやって運転しているの？アスタコソラにはカメラやマイクが搭載されているんだ。そこから送られてくる映像や音を離れた場所で確認しながらこの操作盤で操縦していくんだよ。だから人が近づけないような場所でも作業することができるんだ。すごいね。今日はアスタコさんのことがよくわかったっピ。大変なお仕事だけど頑張ってね。ラッピー、これからも消防車くんたちと力を合わせて頑張るから、火遊びは絶対にしちゃダメだよ。火事には気をつけてね。うん。ゴーゴー乗り物タウン。崖や急な斜面を登ることができる乗り物といえばこれじゃないかな。うは、きっとこれだっピ。これはロッククライミングマシーンさん。早速会いに行ってみよう。山の中まで来ちゃったけど、ロッククライミングマシンさんはどこにいるんだろう。おーい、ラッピー。どこだっピー。確かこの辺りから聞こえたような。え、あの崖にくっついてるのがロッククライミングマシンさん。わあ、あんなに急な坂を登ってる。いやあ、ラッピー、こんな山の中までよく来たね。俺がロッククライミングマシーンだ。ロッククライミングマシーンさんは切り立った崖などの工事現場で活躍する建設機械だよ。地震や大雨などで倒れた木や岩を取り除いたり、岩盤を強くする工事をするために斜面を滑らかにしているんだ。すごい。それはこのワイヤーロープのおかげさ。右と左についている太くて頑丈な2本の金属ロープが俺を支えているんだ。ワイヤーロープはどこにつながっているんだろうね、ガシャキン。それは上に生えている木だよ。重さが5トン以上あるロッククライミングマシンさんの3倍、15トン以上の重さでもびくともしない頑丈な木につないであるんだ。緑色のものは何だっピ？これはスリングベルト。ワイヤーロープをつなぐとても丈夫な布さ。金属のロープで木が削られて折れたり外れたりしないようにするためのものさ。斜面を移動するときもワイヤーロープが活躍するんだ。
ウインチで巻き取ったり巻き戻したりするのと同時にクローラーも回転させて上下に進んでいくんだよ。へえ、急な坂で作業をするための工夫がいっぱいだね。そしてもう一つ大事な装置があるんだけど、どれかわかるかな？あの尻尾みたいなの？すごいねラッピー、正解。この装置はバランシングブレードっていうんだ。これがあるからロッククライミングマシンさんは転んだり倒れたりしないで斜面に張り付くように登っていけるんだよ。ラッピー、俺はこんなところでも作業ができるんだぜ。まさかこの壁を登るの？そうさ、よいしょっと。ロッククライミングマシンさんは90度の角度の壁も上手に登って安全に作業ができるんだよ。中で操縦する人は大丈夫なの？大丈夫だよ。操縦席の角度を油圧シリンダーで変えることができるんだ。本当だ、すごいね。ロッククライミングマシンさんはここにあるような崖なら何でもできるってことだね。いや、そんなことはないんだ。実はな、俺は上下には動けるけど横に動くことができないんだよ。そっか。でもロッピー、横に動くことができる仲間もいるんだ。会いに行ってみるかい？ロッククライミングマシンから聞いてるよ。オイラはアンカーロックマシンって言うんだ。よろしく。こんな急な斜面で何のお仕事をしているの？見ての通り、このコンクリートの壁に穴を開けているんだ。オイラの背中には穴を開けるための装置がついてるんだぜ。削鋼機っていうドリルは硬いコンクリートの壁に穴を開けられるんだ。本当だ、コンクリートを削った粉がどんどん出てくるね。でもせっかく固めたコンクリートにどうして穴を開けちゃうの？これは斜面の岩盤を強くするための壁なんだけど、この壁がもっと強くなるように壁とその下の地面に穴を開けてロックボルトっていう鉄の杭で両方をしっかりくっつけるんだ。アンカーロックマシンさんはそのための作業をしているんだよ。あー、そっか。あれれ、アンカーロックマシンさんにはロッククライミングマシンさんにあったクローラーがついていないんだね。ラッピー、いいところに気がついたね。実はそれが横に動くための大事なポイントなんだ。この後じっくり見せてもらおうね。うん、アンカーロックマシンさん、横に動くところを見せてほしいっぴ。本当にできるのかな？ま、見ててごらん。オイラは前後だけじゃなくて左右にも動けるのさ。横に移動することで広い壁を早く移動して作業することができるんだ。すごいんだね。こうしてタイヤを横に動かすときに、クローラーだと重くてスムーズに移動しにくいし、斜面を崩したりしないようにアンカーロックマシンさんはゴムのタイヤを使っているんだ。そして移動中もタイヤの横にあるゴムのついたストッパーで落ちないようにしてあるんだ。あそこにいる人がアンカーロックマシンさんが動かないように見張っているんだね。違うよラッピー、アンカーロックマシンさんにはもう一つロッククライミングマシンさんと違うところがあるんだ。それがこの人、
何をしているのかというと、オイラは人を乗せずにラジコンのように離れた場所から操縦するんだ。もう分かったよね。この人は操縦士さん。手元のラジコンで離れたところから操作しているんだ。ロッピー、オイラと同じような仕事をする開発中のマシンがあるんだけど、知りたいかい？うん、教えてほしいっぴ。その名もタイタンイレブンだ。タイタンイレブンさんは凸凹の斜面でも4つの足で崖を登って作業ができるロボットなんだよ。すごいっぴ。まるで雲が登ってるみたいだっぴ。ラッピー、崖や斜面で働く乗り物のこと分かったかな？うん。崖や斜面でのお仕事はとっても大変だけど、ワイヤーロープで引っ張ったり、クローラーで坂を登りやすくしたり、それから横に動いて作業の時間を短くできるようにしたり、危ない場所でも安全にお仕事ができる工夫がたくさんあったっぴ。みんな、お仕事頑張ってね。おう、君も頑張れよ、ロッピー。今日はありがとな。ゴーゴー乗り物タウン。4つのクローラと2本の腕を持ったコンセプトマシンさんだよ。おひゃー、かっこいいっぴー。この建設機械には秘密があって、こんなこともできちゃうんだよ。すごいっぴー。今回は世界に1台、四脚クローラ方式双腕型コンセプトマシンさんの秘密を大公開しちゃうよ。俺を探しているのかい？これは四脚クローラ方式双腕型コンセプトマシン、四脚双腕機って呼んでくれ。こんにちは、四脚双腕機さん。それにしても建設機械というよりまるでロボットみたいでかっこいいっぴ。そうかい、ありがとう。四脚双腕機さんはデコボコした場所でも活躍できるように作られた建設機械なんだ。そうなんだ。これはデコボコした場所でも進めるようにタイヤではなくクローラを装備しているんだ。あれ、クローラがたくさんついてるね。そうなんだ。例えば油圧ショベルさんの場合、クローラは左右に一つずつだけど、四脚双腕機さんには4つのクローラがついているんだ。クローラを4つにすることで不安定な場所でもスムーズに走行することができるんだよ。クローラってなんだかおにぎりみたいな形だね。
フローラがおにぎりのような形をしているのは振り子のように動かすためなんだ。そうすることでクローラが地面のデコボコをしっかりと捉えて進むことができるんだよ。そうなんだ。でも4つもクローラがあると操作が大変そうだね。大丈夫、クローラは4つあっても1本のレバーで操作することができるんだよ。そうなの？ナッピー、俺はこんな障害物があっても進むことができるんだぜ。そんなところに箱を置いたらぶつかっちゃうよ。ここで乗り物クイズ。四脚双腕機さんはこの箱をどうやって避けて進んでいくでしょうか。果たしてどうかな。それでは四脚双腕機さんお願いします。よく見てなよ。俺はこうやって避けるのさ。だんだん近づいてきた。ピー、もうぶつかっちゃうよって。おー、足が伸びてる。こんなの初めて見たよ。箱の上を越えてきた。そう、四脚双腕機さんは足を伸ばすことができるんだ。というわけで正解は足を伸ばして箱をまたぐでした。どうだ、すごいだろ。すごい。足を伸ばす前と後ではこんなに高さが違うんだね。作業現場で瓦礫の山があっても越えられるように足を伸ばすことができるんだって。そうなんだ。ナッピー、次は俺の2本の腕を見てくれよ。四脚双腕機さんの腕は2つのパーツに分かれているんだ。曲げ伸ばしを行うアームと、物を掴んだり曲げたりするグラップル。この2本の腕のおかげでこれまでの建設機械ではできなかった同時に複数の作業をすることができるんだ。すごい。それでは実験。鉄のパイプを折り曲げることができるかな。そんなことできるの？早速始まったよ。おー、あー、掴んだ。そのまま上手に鉄のパイプを持ち上げたっぴ。今度は左の腕でパイプの反対側を持って、あー、曲がったっぴ。成功。次の実験は木の板の下にある鉄のパイプを引き抜くことができるかな。ちょっと難しそうだっぴー。お、まずは右の腕で木の板をつかむんだね。お、落とさないように上手に持ち上げていくっぴー。そのまま板を持ち上げた状態で今度は左の腕で鉄のパイプを持ち上げられるかな。あ、うまくいったっぴ。また成功。さらにこんなこともできるんだよ。ボールと虫取り網があるけど、これで何をするんだっぴ。まずは左の腕で虫取り網を掴むのかな。
これは成功。次は何をするんだっぴ？今度は反対の腕でボールを掴んで持ち上げて、まさかボールを虫取り網の中に入れるの？すごい、ボールが網に入ったっぴ。またまた成功。体は大きいのにこんなに細かなこともできるなんてすごいっぴ。でもこんな難しい動きをどうやって操作しているの？今日は特別に操縦席を見てみるかい？見たいっぴ。ドアオープン。うひゃー、かっこいい。ここが操縦席だよ。ほえー、ロボットのコックピットみたいだね。操作には主に3つのレバーを使うんだ。右腕を動かすためのレバーと、左腕を動かすためのレバー、それに4つのクローラーを動かすためのレバー。例えばレバーを前に動かすとアームが伸びて、このボタンを押すとグラップルが開くんだ。すごいっぴ。ラッピー、俺のこと少しは分かってくれたかな？うん、いろいろ教えてくれてありがとうだっぴ。乗り物タウン登録してね。ゴーゴー。